今日は10月18日の水曜日です。帰郷を書きます。帰郷の花びらが5枚ありますので、まず中心線を引いてみましょう。ここにこのようにして、お花の花びらを描いていきます。こちらの帰郷もまず真ん中の中心線を引きながら、それに花びらを描いていきましょう。細い茎が見えますので、これをまず変えてみまして、それに葉っぱがついていますので、葉っぱをつけていきます。こちらの方も帰郷の葉っぱがたくさんついていますので、これをこのようにして描いていきましょう。お花とお花の間に帰郷の葉っぱが見え隠れしていますが、その葉っぱも描いておきます。これでデッサンができましたので、彩色に入ります。帰郷のきれいな紫の色を彩色します。もう一つの方の帰郷にも同じようにやや紫のような色を塗っておきましょう。次に帰郷の葉っぱを塗ります。帰郷の真ん中に雄しべと雌しべのようなものが感じられますので、それを黄色い色で塗っておきます。これで帰郷の絵が仕上がりました。